皆さんこんにちは、プランターディクションです。今回はパキプスの発根管理についての動画をついてお届けしていきたいと思います。今回はですね、パキプスの山鳥株になります。で、一番重要なこととしてどの株を選ぶかっていうことがあるかと思うんですけれども、僕は3つ挙げています。まず1つ目は当然鮮度がいい株を選ぶことですね。まあ最近の販売者さんは結構仕込み切った断面見せてくださる方も多かったりするので、そういったとことか、あと枝が生きてるかとかですね、可能であれば芽吹いてる株ですよね、それがあればさらにいいと思います。でさらにですね、これ結構見落としがちなんじゃないかなと思うのは、仕込みが長い株を選ぶことだと思うんですよね。結構仕込み長いとその分なんかエネルギーが蓄えられているような気がして、なんか発根しやすいのかなっていうような主観ですが、そういうような気がします。ということで、この3つについて僕は考えて今回の株を購入しております。続いてなんですけど、発根管理に向いている人ということで3つ挙げてます。まず1つ目ですね、パックスが好きでたまらないということですね。家にどうしてもですね、飾って眺めておきたいっていう人。2つ目ですね、最長半年間お世話できる。やっぱりいつ根が出るかってやっぱり分かんないんですよね。なのでまあ僕の場合は半年7ヶ月間ぐらいかかったので、それぐらい見て、それぐらいでもですね管理できる人ですね。で3つ目はですね、枯れる覚悟を受け入れることができる人ですね。でやっぱりベアルートでも最近非常に高くなってきて、で形のいい株なんてもうベアルートでも10万っていうことがざらにあると思います。でそれを失ってでも、管理するっていうような覚悟がないとちょっと取り組めないのかなと思いますね。なのでそういった覚悟がある人が発根管理をすべきだなというふうに思います。次は必要な道具について解説していきます。概要欄の方に購入リンク貼っておきますので、欲しい方はそちらから購入してみてください。こちらは温室に取り付ける植物育成ライトですね。葉っぱ出てきたらやっぱ光合成とかですねするので、安定管理が必要かと思います。で植物ヒーターですね。真夏はいいんですけど、特にそれ以外の季節はやっぱり安定した温度が必要なので、ヒーターは必須かと思います。それに伴ってサーモスタットですね。こちら温度を調整できるので、これもあると便利です。続いて AC ファンですね。やっぱり植物に風っていうのは必須なので、ファンつけています。これ結構音静かでおすすめですね。続いてタップですね。これはですね10個あるのでいいですね。でそれにタポっていうのをつけてLED を管理してます。でこれが温室時計スイッチボードですね。実際スマホで温室の中が何度あるのか、湿度がどれぐらいあるのかっていうのを調べることができます。今画面に映ってるのがその様子ですね。こんな感じでマックスとミニマムっていう感じで温度と湿度っていうのを見ることができます。オキシベロンですね。こちらは発根促進に使います。続いて HB101 ですね。さらにメネデール、カルキヌキですね。そして用土は常に腰水にしているので、エゾズナの小粒を使ってます。でさらにバケツと石油ポンプを使います。管理環境としては温室管理、腰水、霧吹きという形をとっております。管理環境3日目ですね。温度が最高 36.7、最低が 19.9 となっています。
ちらはですね、仕込みが浸かるまで腰水をしております。なんでこのバケツ石油ポンプ使ってるかっていうと、発根管理のうちですね、パックスを動かしたくないからですね。動かすとですね、発根しないっていうふうに言われているので、このような形をとっています。で、腰水の成分ですけど、この中にキャップ1杯分のメネデールとカルキ抜きと、あと HP101 を2、3滴ぐらいかな、垂らしています。だいたいですね、発根管理して4ヶ月ぐらい経った感じですね。芽吹いてはいるんですが、枯れてきてもいてですね、なんで枯れてきたのかちょっと不安になっている感じです。で、一部だけですね、見ると分かるんですけど、枝の形成が始まっているので、発根したかなと思ってですね、根の確認をすることにします。で、なんで葉が枯れたのかなって考えたんですけど、あまりにもちょっと温度が高くて、発根した根が枯れたのかなっていうふうに思いました。で、今の状態だとちょっとどうなってるか分かんないんで、もう4ヶ月、5ヶ月近く経ってるので、もうこれで一回抜いてみようと思います。この瞬間がやっぱり一番ドキドキしますね。5ヶ月間1回もですね、抜いてなかったので、どうなってるのか気になるところです。はい、これが抜いた感じですが、どうでしょうかっていう感じで、よく見ると白い根がちょびっと確認できました。ということでですね、発根は一応ですね、しております。ただまだまだ発根はしてるんですが、そんなにやっぱり微発根だったって感じですね。でも確かに発根をしてたので、とりあえず良かったかなというふうに思います。で、この後ですね、管理としては最高40度だったのを最高30度に変えたところですね、ぐんぐんと調子を良くなって、でスイッチが入ったかのように芽吹きが増えてですね、でさらに枝の形成が始まってところが、2箇所ぐらい増えました。画面見ていただくと分かるんですけど、非常にたくさんの芽吹きが見られて、スイッチが入ったっていう形が分かると思います。で、こちらも枝の形成が見えますね。
でさらにここも枝ができております。ということでさすがにですねもう大丈夫だろうということで一回またですね根の状態を確認することにします。これで結構以前よりも根が出ていればもう腰水をやめて普通の用土に植え替えようと思っています。はい、抜き終わりました。どうでしょうか。はい、以前よりはですね全然発根ができているかと思います。ということで普通の用土に植え替えました。なんですけどまだですねパワータンクとかまで全然できてないので引き続きですね室内で管理してしっかりですね根が活着するまで管理していきたいと思います。ということで非常に長かったですね発根管理で。その前にですね、サボクで買ったパキプス2株と、その間に買った、これ現地発根株だったんですけど、はですね、枯れてしまいましたね。現地発根株でもやっぱ枯れることがあるんだっていうのがよくわかりました。やっぱしっかり株は吟味して買わないとダメだなと思います。やっぱ枯れた株見ると悲しくなっちゃうんですが、やっぱこれも現実かなと思います。という感じですね、今回、パキプスの発根管理の動画についてお届けしてきました。ご視聴ありがとうございました。もし、この動画いいと思っていただけたら今後の励みになりますので、よければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。